どうもみんな元気いつもそんな入りでしたっけ。そんな感じじゃない。至近距離から。多分至近距離決めてから一度もやったことないのよ、ね、私。何のためにはい、久しぶりでございます。至近です。よろしくお願いします。今日はご報告があります。ほぼ1年ぶり動画撮ってないのよあら、サボってました。そう、サボってねえわ。この1年間仕事してました。はい今まで仕事してないみたいな感じだけど転職しました。おめでとう。まあ最近ね、色鉛筆が好きでね、よく買いに行くんだけど、みんないつも何色使ってる。どうでもいいけどね何のどういう太いで、ね、私ね、いろんな色あるじゃないですか。26色とか。私ね10色使ってるんですよ。転職っつってね。どうですか。どうですか。うまい。サブドイエイ。いただきました。前の仕事はまあザ営業職ってことですね。で、まあ私はほら YouTube とかも撮ったりして、まあ喋るのは大丈夫じゃないかなと思って普通に営業職行ったんですけど、無理だわ。自分の性格に多分合わないんじゃないかなって途中途中こう思い始めて。誰だよ。私でした。ごめんなさい。俺だと思ったんでしょ。そう。それ誰かにこう買わせるのが仕事なんじゃないですか。買ってもらわないとやばいみたいな、そういうすごい常に緊張状態、毎日緊張状態で。で、買ってもらえたら買ってもらえたって、大丈夫かな、クレーム入れるかなみたいな。もう人によってよ。なんか数字達成できて、やったーってか思う人絶対いるだろうし、すごいなっては思う。けど、私はそれができないなーって、途中どっち思って、今日この数字達成してね、みたいな感じよくあるじゃないですか。それを聞くたびに、もう吐きそうになって、本当に。笑い話になっちゃうんですけど、本当に吐きそうになって、まあそんぐらいの毎日を過ごしました。うん、まあ人によって1年すごい短いじゃないですか。1年で転職すんのって長い方よ。長い方よ。長い方よ。お母さんにもね相談して、まあ、仕事は楽しくないよ、楽しくないもんだよ、でどうやって自分の気持ちを切り替えるのが大事なのよみたいに言われて、まあ、確かにそうだよな、私まだね考えが子供だなっては思ってたんだけど、でも毎日毎日本当に楽しくないな、どん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 こう自信をなくしました自信もなくしたし、楽しめたことが楽しめなくなってきて、え、これ本当に大丈夫かなって思い始めて、ブームにもねいろいろ聞かされて、で結果としては、まあ、転職できました。うん。前の仕事だからこそ、こう、得られる経験ももちろんあるし、逃げたって言いたくないんだけど、本当に、まあ、転職は良かったとは思います。ただ私は、みんな転職してくださいねって言いたいわけじゃないよ。マジで、マジで。本当にきつかったから、でも、それは自分の、考え方が良くないとか、自分まだまだ、考えが甘いとか、それのせいで2年3年頑張り続けようっていうのが、なんだろうな、ちょっと違う気がする。昭和の根性論。まあでもそれ頑張っても結局、ね、2年3年の時間の無駄になっちゃうから、そういう可能性もあるんだよ、ね、人生短いからね、うん、でどう前までさ、私どんな感じだった、その仕事、毎日その仕事、きついなきついなしか言ってないじゃん。去年全員きついからさ。同じだ。まあ、バランスみんな同じだ。そうだよね。そう、去年全員きつだったから。そうだよね。いろいろ、ね、本当にそれね。いやでも今日久しぶりに会ってやっぱ軽くなった感はありますよ。あります？別に逃げ道は間違った道じゃないから。そう。ありがとう。カラオケ行くか。行きます。転職祝い。転職祝い行きます。イエーイ。ねえ、まあ動画は多分基本的にショート動画を開けたいなっていうのと、全然動いてないんで、ダンス動画も撮りたい。ダ
っていうのがマジでダンス動画撮りたい。はい、引き続き、まあ、ちょっとだけ見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。なんで最後の最後噛むの。なんで最後の最後噛むの。ノーチャンス。お疲れ様です。